こんばんは、かなえです。今回は、アインハンダーという知る人ぞ知る名作をやっていきたいと思います。どんなゲームなのかについては、まず、はじめにやばいムービーがありますので、そちらからご覧ください。There was a time in the era of great chaos when the earth and the moon were at war with each other.A daredevil from the moon piloted a bizarre aircraft. It was feared, and because of its shape, called Einhander. アインハンダー。1997年にスクエアが開発したシューティングです。アインハンダーというタイトルはドイツ語で一つの手という意味です。それではまず今回実況する難易度なんですが、個人的にアインハンダーかなり難しいと思っています。どのぐらい難しいかと言いますと、アインハンダーは10回コンティニューができるんですが、ノーマルで10回あってクリアできたら、ああよかったなと、終電で帰れるなというぐらいの難易度になっています。なのでノーマルで実況すると、私決してうまいとかそんなんでは全くないので、下手をするとちょっとした耐久実況みたいになってしまいかねないので、今回はイージーで実況させていただきたいと思います。それではゲームスタート。まず機体を選ぶことになります。私は今回このアストライアを使います。その他はエンディミオン、マーク2、マーク3とあります。で、アストライアは2門のガンポッドを同時に使用できる火力重視の特殊使用機。装備するガンポッドの組み合わせ方次第で多彩な戦術を編み出せる。固定武装、機銃が1門。これが標準の弱攻撃ですね。そして搭載ガンポッド、これが2門。これは要するに敵の武器を奪って使えるよう、そんなゲームシステムになっています。そしてタイトルの一つの手というのは、この機体の図面を見ていただくと、この足のようなところ、これがアーム、腕、手なんですね。で、これで武器を奪って使いこなしてしまう、そういう機体になっています。さて、そして標準の強攻撃の武器を選べるんですが、かなり種類があります。ただアインハンダーのゲームシステム的に簡単に説明しておいた方が面白いかなと思いましたので、ちょっと本当に簡単に説明します。まずこちら、ヴァルカン 30mm ガトリング砲、続いてカノン 120mm 滑空砲、そしてワスプ、これはミサイルですね。そしてスプレッダー、これがショットガンのような3弾です。続いてグレネイド、これは 155mm の投擲弾。そしてヘッジホッグ、これは爆雷のようなイメージです。そしてジュノ、これは隠し武器の一つなんですが、 40mm ガトリング砲で、最初の 30mm と比べて、めちゃめちゃ強力です。ただ弾が少ないです。そしてこれは標準なんですが、ブレイド、ビームサーベルですね。そしてライアット、これは雷撃を食らわせることができます。そしてこれも隠し武器なんですが、フラッシュ、
プラズマ弾めちゃめちゃ強力です。そしてこれがちょっと変わった隠し武器でモスキート、ラジコン操作のようなミサイルです。そしてパイソン、これもまた変わった武器なんですが、炸裂弾を数珠つなぎにしたような形で射出できる、一発は強力だけどちょっと使いにくい、そんな武器です。ざっと以上です。で今回私は標準の中から好みもあるんですが、このカノン、そしてヴァルカンを使っていきたいと思います。そしてアインハンダー、サウンド、グラフィックス、そして設定、演出、本当に素晴らしいものになっていますので、ぜひお楽しみください。そして私の実況もほどほどに最低限にさせていただきます。おそらくそんな余裕がないかと思います。では出撃。主人公は月側の勢力であるセレーヌからのアインハンダーに乗っているパイロットです。そしてこの一面は地球の帝都であるゾードに舞い降りたところから始まります。ちなみに今の効果音、せがれいじりというエニックスの方が開発したゲームがありますけれども、あれにも同じ効果音が出てきます。このわいざつな感じいいですね。私は基本的にこのヴァルカンとカノンを使います。で同じ武器を取ると弾がどんどん増えていく。違った種類の武器を取るといろいろ使えるけども、弾は武器ごとに違うんですが最初の弾数になってしまいます。中ボスグライフ、めちゃめちゃかっこよくないですか。今両手の武器を破壊したので、あのまま少しもし墜落させなかったら、最初のムービーにも出てきた強力なレーザーキャノンを出してきます。そしてこれ裏ルートになってまして、さっきのグライフの下の反重力システムの部分を硬いんですが、そこだけ破壊すると降りてくることができます。ここはアンダーグラウンドな旧市街という設定です。そしてこれが旧対戦地に撃ち込まれた不発弾の ICBM です。あ、なんかあっち行っちゃった。ハイウェイ上を滑空します。
らへん。あ、しまった。今たまたま隠し武器のジュノを出してくれたんですが、ちょっと取った直後にぶつかってしまいました。あんな風に武器も壊れます。逆関節ってアーマードコアにも出てきますけど、いいですよね。Receive telegram from Conduct Satellite Hyperion. Order the following operation. The armored trains were discovered leaving the city on their way to the east. Pursue them and locate the enemy supply route.このヒュペリオンというのは月側のセレーネの司令塔になっている攻撃衛星です。そこからの指令を受けて進んでいくという内容です。そしてあれが先ほどの装甲列車です。そして列車の最後尾に追いつきます。これが列車砲ですね。列車砲といったらドイツですけど、ドイツと言いましたが、今回敵国である地球側のゾードムという国なんですが、ゾードムの言葉はドイツ語なんですね。それで私ドイツ語はちょっとわからないので、もし詳しい方いらっしゃったら、コメント欄なんかで、なんて言ってるのか、いろんなところで聞こえてくるんですが、教えてもらえたらすっごく嬉しいです。ずっと気になってたので。めちゃめちゃ出てきます。ああやって立体的にこう前を通ってきたり後ろを通ってきたり、そのままこのフィールドに入ってくるというその演出ですね。このゲーム一つだけちょっと困ることがあるのは、敵の攻撃がものすごくこの青い弾さりげない、今飛んできましたけど、そしてもう一つは時期がでかい。さすがに画面に対しても結構大きいと思います。なので結構避けにくい。
ガルネーレン。超高機動なセンサーです。めちゃめちゃ追いかけてきます。危ない。やっと武器が手に入った。そしてこのいっぱい浮かんでるやつはドローネだから、後ろの車両からボンボン撃ち出されています。めちゃめちゃかっこいいですよね。この列車も途中のガルネーレもそうなんですが、やっぱり反重力でこう滑走しているという仕組みになっています。そして2面のボスは走行列車を牽引していた機関車シュピンネです。めちゃめちゃ強力な武装をしています。ただこのアームの部分は案外脆いので、なんとか早めに破壊しましょう。
monitored ahead. Based on high energy reaction, it is assumed to be an enemy supply base. The rear gate is closed down. The way out is cut off. The way out is cut off. ということで、退路を断たれたので、そのまま突き進んで、地下深部に向かいます。今のがなかなかクセモノで、変な動きをしてこうブラーンといきなり落ちてきたりするので、ちょっと事故らないように気をつけましょう。月光、赤いやつを放っておくと大変面倒なことになるので、できればぶっ壊しましょう。ドップラー効果がかかっていますね。よし、今のを全て破壊できたら、このフラッシュプラズマ弾ですね、これがボーナスに加えてゲットできます。まあ、見ての通り、明らかに貫通してるんですよね。相当硬いんですが、こいつはもう関係なく、ただここも狭い中、下からこう出てくるので本当に気をつけましょう。あと今撃ってきてましたけど、攻撃はさりげないので本当に気をつけましょう。さあ、そしてボスグスタフ、このゲーム全ての敵武器に設定があります。もうメーカーからなぜそれが開発されたのかという経緯まで、もう至る所に設定されています。
かなり狭いエレベーター内での戦闘になります。危ない、当たってしまった、何でしょう、機雷のようなものはうまいこと誘導するとそのままグスタフのこいつの頭に命中させることができます。震だろうと火災だろうと何があろうと停止しない、すごいエレベーターです。セキュリティシステム broke down. Code 9234. Order the following operation. Find the nuclear reactor in the enemy base and destroy it. 今でしたら4桁の数字なんて簡単すぎるパスワードですよね。ただ何にせよ原子炉の位置が特定された、そこを破壊せよという命令です。いやー、それではエレベーター内でやってしまいましたけれども、ここが難しい。激戦区になると思います。いらないものを取ってしまった。よくあることですけど、いらないものを取ってしまった。ここでブレードはいらないんじゃないかな。いいよ。今度は速攻をかける。ああしないとかなりあそこを突破するのは難しいです。ちなみにあの戦艦をまた違ったやり方で倒すと、ジュノガトリ、強力なガトリングですね、あれが手に入ります。
さあ、そしてさっきの戦艦ではなくて、ようやくこれが中ボス、ザラマンダで、なかなかくせ者です。ちなみにさっき後ろにあったコンテナ、ドラム缶みたいなのを壊すと、モスキートだったかな、タクシー武器が手に入る。ここはもうこのように狭いので、事故らないように集中したいと思います。めちゃめちゃ狭い上に、あちこちに敵がいる。小さいですけど消せないので、狭いところだと危険です。さあ、そしてちょっとしたパルウィファル、小ボスですね、速攻で倒してしまいましょう。あれも放っておくとろくなことはない。強力なグレネードとモスキートの誘導ミサイルをボンボン撃っていきます。が原子炉です。今回下のルートから行くと、さっきの機体がいてくれて、あのまま落ちていってくれて破壊できます。トゥルムフォーゲル、危ない、めちゃめちゃ危ない。
攻をかけます。機体の速度を上げていると、あれ事故るのもしばしば。いやー、ちょっと倒し急いでしまった感がありますけれども、このゲームにおいてやっぱり情けは無用です。さあ、それでは戦略宇宙戦艦ですねが射出されようとしている空軍基地ですね、空港というかもう要塞のような状態なんですが、そこに突入したいと思います。変な浮かんでるやつは時間が経つと勝手にあの光ったり爆散したりする嫌いですね。かなり危険です。なのでなるべく壊しましょう。めちゃくちゃ硬いです。そしてあの後ろにやってきたトラック、あれを破壊すると特殊武器が手に入ります。間に合わなかったですか。ここが最後の難所です。あはい、よくあること、よくあること。あー、よかった。もうちょっと早くやられると一番最初からになります。あの空港に入ったところからになってしまいます。さあ、そしてゲシュテル、これも強敵です。
手をいただくぜ。1回ほど倒すとこのフラッシュですね、また手に入ります。で速攻で、さあそしてここから空港後半戦、ここも難しい。今回はフラッシュがあるので、もしかしたらあーなんて期待しない方がいいですね。ある意味最大の難所です。イージーはまだ敵がかなり少ないのでいいんですが、ノーマルになるともう凄まじい数の敵がお出迎えしてくれます。これが嫌いの恐怖ですね。お、いい感じの武器セットだ。ここももう屈指の激戦区です。あーまだイージーだから本当に敵が少ない。破壊したと思ったのに。あまりにも凝った破壊モーションのおかげで、あえて倒しきれてない時がたまにあります。危ない危ない、また事故ってしまった。今のがスムーズにもう少し早く倒せていれば、最初に通り過ぎていった3機が全画面を埋め尽くしてくれます。
さあ、そしてカタパルト。デューラ中間が間もなく秒読みされています。ソリッドロケットブースターの部分を破壊せよ。ワクワクするボス戦の導入があるでしょうか。ガイアというこの宇宙艦船は本当にもう見ての通り最大の事故多発地帯なので、あ、またボーナス機が出てきて、あの赤い機体はボーナスですね。危ない危ない、あ、危ない、お尻からいろいろばらまいてくるので危険です。
シュバルツガイスト。あれは完全に運が良かった。隠しボス、モニター可愛いけどかなり強いです。危ない、はあ、危なかった。 Received a telegram from Hyperion. 普通は死にます。 Enemy threat removed by your heroic attempt. The battle pattern of the latest Eos unmanned fighter has been completed according to the data from your battle record. For your meritorious deed, you are honored to be selected as the target of the last Eos test. Congratulations.After your death, you will advance two classes and be awarded the Sirius decoration. Glory with the moon, mercy on the earth. Combat maneuver. Combat maneuver. Target identified. Fire.味方から浴びせられる激しい砲火の中、私を生きながらえさせたのはある疑問だった。なぜ味方から消されねばならないのか。私の見た地球は指導部の言うような理想郷ではなく、月と同じ不毛の地だった。すでにこの戦争の目的は失われていたのだ。だがこの馬鹿げた戦争自体が指導部の目的だったとしたら、
You are committing a major act of treason. Remove your armament promptly, then surrender. Repeat. You are committing. ヒュペリオン。
この戦いの後、共に攻撃手段を喪失した両軍は暫定的な休戦条約を結ぶに至る。やがて互いの国情が両国民に知れると、それは自然と終戦へと変化していった。理想郷などどこにもなかったわけだが、まだ一時的な均衡は世界に訪れたのである。だがその終戦の原因となったものの名前は、両国から完全に抹消された。今はただ共に戦い血を流した者たちだけが、アインハンダーの名を記憶に留めているだけである。こうは言ってなかったと思います。打ち上がったあのシャトル、戦略宇宙艦、あれを追跡して撃墜して、シュバルツ・ガイストが現れ、あの衛星を落とすと、あれも隠しボスと言いましたが、モニターが現れ、あそこまで、ああもう死なずに倒すことができたのは本当に幸運というほかありません。また最後の司令衛星ですね、キュペリオン、途中なんか飛んできましたけど、ボス戦はあれも幸いでした。いやもう本当にこのアインハンダーというゲームはもう世界観まで本当にこだわりにこだわり尽くされた、そんな傑作だと思います。あ、プレイヤーカナエです。ありがとうございました。 Presented by Square。クリアをするとあのように温かいゲームオーバーとなります。そしてこのさて総合評価ですが、撃墜数 A、 ボスボーナス B なんですが、技量、得点、最高倍率、シークレット C、 この評価やったことのある人は皆さん思うと思うんですが、オール A とかかーもかなりどころじゃないぐらい難しいのじゃないかなと思います。確かイージーはノーコンで、ノーマルはノーコンで、
クリアしたことあったかなというレベルですけれども、ちなみにあのハードは3回までのコンティニューでクリアすると、あの機体が1機真っ赤な機体が追加されます。なので、まあ、そのハードの場合3回まで許されてるということだから、もうまあお察しの難易度だと思います。あ、これが、あ、これちょっと恥ずかしいな。これ過去のイージーが E、N がノーマルですね。まあ、やっぱりだから N、ノーマルはもっと前なのか。いや、まあこの中ではなってクリアできてないですね。さあ、それでは終了。それではこれで今回のアインハンダー実況を終わりたいと思います。ありがとうございました。Thank you.